はい、では行きましょう。魔女殺し行きましょうか。あのパーティーを分けるみたいなくだりがあったやん。ということはジャンクションとかも分けといた方がいいのかな。どうなんやろうな。ちょっと、まあ、最終的に編成どうしますみたいなことになってくれるかなとは思うんやけど、GF カードやキャラクターカードはこのように1枚しかない。え？イフリート1枚しかないやん。ほな、なんとなくそう思ってたけど、あのばあさんのいいカード取られっぱなしだからな。おーやったらおらてめえこら、ちょっとま最近この魔女をぶち殺すか。いいカード持っとるってことや。じゃあやったらやったら、あー素人やな、素人と見ましたね。どちらかというとこれやられる方が嫌な感じかな。左角押さえられたらもうやることあらへんやろこれ。苦しい苦しい。まあそう、まあまあそうやな。いやまあそう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 、まあそうやな、辛いよな。いやかわいそうになってきますけども、まあ、これ勝負やからね。俺が勝負ってもんやからこれしょうがないですね。お疲れっした。よし、どれ取るどれ取る。持ってないやついこうか。メズマライズ、メズマライズの剣やこれ。あ、この角の部分や。グヘイスアイ、クリープ、これ全部持ってないな。どれでもいいっすよね。鉄パイプに変わるやつを持っとらへんかなと思って。あとこいつ生きとるくせに GF とかキャラクターとか持っとらへんやん。キャラクターって何やろな。キャラクターのカードってなんかミッキーのカードみたいなことかな。ミッキーだよ、そういう系のことを言っとんのかな。なんか可愛い感じなんすかね。これもモンスターやもんね、これは。ああ、気がかりもしとるわ。シェット。もう固まったん。それどうせ開けに行くんやろ。知っとんねん。自分のケツ拭きに行くんやろ。これやられたら終わりやから、お前ら。何の抵抗もできへん。 OK、 OK、 持ってないやつ。メズマライズかアビスウォー。アビスウォーも強いやん。地属性ですかねこれ。下着見ていい？あかん、もうすぐカードの方に行ってまう。風車を1個生成します。さっきのやつはグヘイスアイか。南極の風を1個生成します。いらんな。よし、まあまあまあいいや。きっとだからあれやわ、レアカード持っとるやつっていうのがおるんでしょうね、多分。そう、存在しとるんでしょうね、おそらくですけど。あ、ここや、いける。え、行ってみようか。下には行けへんなってるわ。ここ下にも行けたよな。一応ラグナーのところですけどね、行けるようにはなってますね。ただあの時下にも行けたような気がするけどな。また今度一戦交えましょうよ。え？え、誰や？
今は真剣が出てきたやつ誰やこいつか。あれ今誰や。じゃ今なんか喧嘩打ってきたやつおった。なんやいや何もでも一戦交えるよそら。こういうやつも交えられんのかな。交えられん。交えたいちゅうねんの。よしチーム編成さあもう行こうか本番行きましょう。狙撃チームは狙撃手とリーダーで構成。リーダーはどうしよう。総攻撃打てねん。何らかのアクシデントで計画が進められない場合あるいは狙撃に失敗した場合リーダーの指揮下で魔女に総攻撃をかけてもらう。ほう。我々は全てを秘密裏に進めたい。そのための複雑な暗殺計画だ。しかし最終目的は魔女の排除。あらゆる犠牲を払ってでも目的を果たさなければならない。果たさねばならない。まあ、おそらく総攻撃になるね。ゲーム的には。たとえ私の存在や君たちの所属が明るみに出てもな。リーダーは違う俺です。あとは君が決めたまえ。狙撃チームは決まりだな。確定やね。うん。俺とアーバイン・キーニャスが狙撃チームです。凱旋門チームは残りの3人です。バランス的にはいいんじゃないですかね。うん。凱旋門チームのリーダーはキスティスです。キスティス先生です。悪いなぜトリープ先生キスティストリープ頼む。そらそうやろ。オッケー任せといて。さあ計画実行だ。けど実質的には選べないんですねこれね。確定やね。選んだかに見えたけどキスティス先生に変わっている。これジャンクション。ちょ待ってほんまにどうしといたらいいんやろ。全然説明なしでこう来てんねんけど大丈夫かな。分けといた方がいいんかな。それとも戦闘のごとに変わるんかな。俺たちは先生のチームだよ。来た。やっと脱出成功。あの男なんか言ってた。リノアが狙撃の方に入んのか。別に何も言ってなかったぜ。スコールはごめんねリノア。私たちもう行かなくちゃ。ちょっと待って。何何これ。これ見て。何これ。これオダイン・バングルっていうのあの男の部屋で見つけたのよ。ほう。何オダイン。何すんのそれ。魔女の力を抑制するらしいの。でも効果わからないから今回の作戦では使わないことにしたらしいの。やめといた方がいい。オダインブランドならきっと効果ありだぜ。知ってんねや。魔法系グッズじゃ一番だからな。なんかプルプルってキスティス先生がプルプルって。それであなたどうしたいの。魔女にそれをつけさせるの。誰がいつどうやって。キレてる。それをみんなで考えるのよ。時間がないって言ったでしょ。スコールたちもう待機してるわ。私たちにも任務があるの。わかるでしょ。家で娘の犯行とは違うの。これは遊びじゃないの。また言われた。プン。無表情やな。顔怖っ。遊びじゃないのだって。分かってるもん。分かってないねん。私だって考えてるんだから。はいはい。総攻撃の時はまず俺が突入する。できるだけ時間を稼ぐつもりだ。もう失敗する程度スコール喋ってモテる。総攻撃は必要ないって言ってもあこれまた変わった。アーバインとスコールになった。これもジャンクションしといた方がいいかな。いや絶対しといた方がいいと思うな。顎を外して顎をつけてあげとこうかな。いや絶対やっといた方がいいと思う。魔法最強がなぜかできない。あ、そうか
か魔法持ってないからか。めんどくせえな。誰か魔法あげて。とりあえずこれでいいか。準備的には行きましょう。セーブしましょう。一応ねだいぶ弱いから人によってはスポル強いから大丈夫と思いますけど、怖いっちゃ怖いよね。うわめっちゃおるわ。あのさ、シードは任務に関してなぜって質問しないって本当か。知りたくなる時だってある。例えば今がそうだ。でも聞いてどうなる。任務は絶対だ。 あのとこに人が、喋れるタイプの人がいる。サンダラ来た。働きちゃった。ジャンクションさせとこうか。よし、今なんか悪いやつやか敵やったらどうするかみたいなこと言ってたけどよくわからん。あ、あれ魔女の像見えるよ、綺麗に。怖っ、ピエロやね。魔女感強めの魔女やな、あれ。どっちも自分がいいと思ってる。いいやつ悪いやつがいるわけじゃない。敵と敵じゃないやつがいるだけだ。そうやね、そうなんですよ。やっぱりここなんですね。お父さん、お父さん。凱旋門チームはこの通用口から中に入って帝国20時まで待機。20時ちょうどに魔女のパレードは門の真下に来る。その瞬間に制御盤を操作、鉄格子を下ろして魔女を凱旋門に閉じ込める。凱旋門チームよろしくお願いいたします。失礼します。行ってきます。この怪しいけどね、明らかにこの大佐っぽいやつとこの ようわからん男2人がさ、明らかにさ沿道とは別の方向にこう歩いていくわけやからさ、誰も怪しまない理由がよくわからん。君らの持ち場はここ。はい、ところで大佐、なぜ魔女はこんな派手なパレードを始めようと思ったんだ。魔女が本拠地と定めたガルバディアガーデンへ移動するためだ。ああ、移動するため、パレード兼移動だからガルバディアガーデンは魔女が邪魔なのか。さあ始まった、いよいよだぞ。私はアテーに戻っている。幸運を祈る。え、エキステス出てきてモデルやん。あかんて。どうしたんだよ先生、やっぱり言い過ぎたかな。何言ってんねん、何言ってんねん。もう準備しとけ、言い過ぎだって。私謝ってくる。リノアに何言ってんねん。リノア、でもどうするの、持ち場離れちゃっていいの。まだ20時まで余裕があるわ。あなたたちはここで待ってて。え、何言ってんのほんまに。もうやめて。待てよ、ちょ待てよ。エキスティス先生、こう冷静を書いた行為ですよこれ。ちょっとじゃあ罰として外しますよ。ファルミを、君は冷静を書いた行為ですからね。冷静を書いた、ジャンクションファルミ、まあ、とりあえず入れとこう。ウォーター入って、とりあえずゼルのジャンクションに入れました。まあ万が一の戦闘があってはいけないので、つけてるみたいな感じになっちゃうぞ。これで真実を知ってしまうのかな。何してんのこれほんまに。動機がまたリノアに謝ってくるやからね。シャレならんな。もうししん、腹立つな。間もなく外を荒れる。ここにいれば安全だ。しし
やば、閉じ込められる。ん？何この音。私だってやれるよね。ああ。何の音これ。ブーンピッピブーンピッピ、何これ。リノはさっきはごめん。爆弾？あー最悪や。うわ最悪。もしかして閉じ込められた、あの大佐の仕掛け。もしかして親子喧嘩のとばっちりかよ。察しがいいゼル。まずいわね。しかもリノアのことも心配だわ。どういうことだ。単独で行動しようとするね。うん、リノアは魔女のところに一人で行ったのよ。私たちの力になろうと思って。え、いっちゃん最悪なこと起きて。これミーナ全部キスティスのせいやからな。やるしかない。ジャンクションやらんと無理やって。とりあえずキスティスのやつ全部奪った。罰としてね、今罰として奪いました完全に。ちょっと待ってよ、大丈夫かな。もうえ、これサンダーが取っといた方がいいよな。サンダーラーか。レッダーじゃなくて魔法、魔法交換。アーバインのサンダラを1個ぐらいもらっといて、ジャンクションでサンダラやっといた方が強いじゃん。え、サンダラにならへん。そうなんや。まあいいか、強い方が強いんやと思ってた。これかな。ここは関係ないわね。そういうのも降りてみる。先を急ぎましょう。関係あるでしょ。降りてみる。行っちゃおう。あーここに繋がってくるのか。ラグナポイント。これで取れなかったものとかが取れるようになるのかな。からやったきた。月刊武器5月号を手に入れた。もう5月号ちょっと見てみていい。ああやっと5月号か。ああいいやん。カッティングソード、カッティングソードだ。カッティングソードだよ。カッティングトリガー、メズマライズのハートネジや。え、メズマライズのハート無理なんか。ちょっと待ってよ、メズマライズってまだ仲間にしてなかったっけ。うわ、いけんちゃん。あ、ちょっと待って、メズマライズ取ってないわ。メズマライズ取ったらメズマライズの歯いけっかもしれんな。メズマライズの刃どうやっていくの。駅伝の回、一人はつらいで。歯車がもうがっつり見えとるから歯車を回せっていうことは間違いないんですけど、しまったしまった、 CM が入ってない。あ、武器変わったのよね。そうや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 。GF 入れないと。逃げます、ここに逃げます。ちょっと GF を入れとかないときついっすわ。カードは一回封印か。しょうがないね。水を止めないといけないのか。そっか、結局だ。じゃあここじゃなかったってことになるのか。おうおうおうおお、行く行く、私だってやれるんだから。
こいせーこいせーシードじゃないけど、よいしょ、遊びじゃないもん。一番迷惑かけるタイプの人やね、こういう人。意識は高いからな、こういう人は。行こうか。うわ、行くね、行くね。登って。始まるかな。かっこいいね、曲が。魔女や、直接行った。私、このガルバリアの軍の大佐のカーウェイの娘です。これから父がお世話になると思って本日はご挨拶に来ました。あ、参りました。それで私から贈り物があるので、ぜひ。聞こえてます？失礼します。びっくりした。痛い、めっちゃびっくりした。え、怖っ。グラ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 、うわ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 、バレてんじゃん全部。そら魔女やからね。全然あかん、力が違いすぎる。ケーキレーンお前は。短かった。うわ、かっこええ。ふぅ、これが魔女イデア。魔女感がすごいな。隠さないですよね。開けない。こんなもん狙撃なんかで倒せるわけないやろ。始まる始まる、出てきたぜ。ついてきてるついてきてる。え、ついてきてモテるよ後ろ。あ、なんか操られてるみたいな感じなのかな。おい、あの子いいの。臭いわね、薄汚れた愚か者ども。古来より我々魔女は幻想の中に生きてきた。お前たちが生み出した愚かな幻想だ。恐ろしげな衣装に身をまとい、残酷な儀式で善良な人間を呪い殺す魔女。無慈悲な魔法で緑の脳を焼き払い、暖かい故郷を凍てつかせる恐ろしい魔女。くだらない。その幻想の中の恐ろしい魔女がガルバディアの味方になると知り、お前たちは安堵の吐息か。え、なんか切れてない。幻想に幻想を重ねて夢を見ているのは誰。え、イデア、一体何を。現実は全く優しくない。ならば愚かな者、お前たちこうするしかない。え、怖っ。え、なんか暴動みたいなの起こりそう。大丈夫。すっごいガス出てる。自らの幻想に逃げ込め。私はその幻想の世界でお前たちのために舞い続けよう。
私は恐怖をもたらす魔女として未来永劫を舞い続けよう。お前たちと私共に作り出す究極のファンタジー、ファンタジー。その中では生も死も完備ルール、魔女は永遠と共に永遠、幻想と共に永遠に、魔女のしもべたるガルバリアも永遠に。さあね、ヤムチャみたいになってる。大丈夫？何言ってるか全然わからんけど、すっごい民衆の心は一旦こう捉えたみたいですね。魔女には生贄と残酷な儀式が必要らしい。やばいやばい、うわー動き出した、あかーん、うわー、おいやばいぞ、まずいぞ、なんとかするぞ、リノを助けに行くだろ。くちゃくちゃなってる、くちゃくちゃなってる。まだパレードが始まらない、門が開かない。マジかよ、大変、もう始まったわ。早くここから出ないと、ケアブレア、早く出ないと、デナーズ、コナーズ、調べて調べて、出して、待って、どうすんの、全然緊迫感がないな、音楽にね。窓はビクともしね。お、これ怪しいよ。え、なんだこのバイオハザードみたいな、これ怪しいよ、これぐるーりぐるぐるみたいになりそうやんか。なんかスイッチ的な、え、ツンってなった、降りた、よっしゃ来た、こんなところにずるー、行きましょう。でもどこに続いてるかわからないよ、ここにいてもしょうがないぜ、行こう、行くっかないよね。ちょっと GF ちゃんと装備してる、 GF がないでしょ、危なこいつ、なっしゃん、お前なん、あ、そうかそうか、リノアに渡したからか、ねえ、もう毎回入れ替えでいいかな、これ突然戦うってなったらすごい嫌やなって思うんやけど、もうこれでいいか、いろいろごめんなさいね、もうわけわからなくなってきたら、レイザー入ってるよな、わけわからなくなってきた、ドロー魔法 GF でしょ、カード入れとこか、1個この3人なら別にカード、あ、 GF なくてもいいとは思うんですけど、押しとこうか。いやもうややこしい、マジでここ、あのちょこ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 入れ替わるから、本当にゼルも大丈夫やな、まあ、とりあえず大丈夫やな。はい、セーブして、じゃあ次回行きたいと思います。